はい、どうも、くさじです。今日はですね、質問コーナーやっていきたいと思いまーす。ということでですね、ちょっとね、こういう質問があったんだけど、これはさすがにね、ちょっと今、家族が近くにいるんで、恥ずかしいんで、できません。ごめんなさい。ということでですね、登録者一覧の皆さん、ありがとうございまーす。いや、ちょっとね、この動画出すのにちょっと時間かかりすぎて、いつの間にかもうすぐ2万人いくというね、いや、ありがたい話なんだけど、ごめんなさい。出すの遅れました。いや、正直ね、質問コーナーやってもあんまり質問来ないかと思ったんだけど、皆さんからたくさんの質問が来て、なんとね、100近くの質問来ました。で、ほとんどの質問に答えたんだけど、このね、キリンの亀に関しての質問が結構あったんだけど、これに関してはただ単に俺が近くの100均で、なんかいいのないかなと思って適当に買ったやつなんで、これは何の意味もないんで、これに関しての質問は全部ね、飛ばさせてもらいます。それ以外の質問に関してはね、大体答えたんで、ぜひ見てってください。では行きましょう。草人チャンネル、まずは一番多かった質問、YouTube を始めたきっかけなんだけど、ちょっと質問行く前にちょっと みんな見てわかると思うんだけど、いろんな人から同じ質問来た場合に、何個も何個もね、その画面に貼ったらなんか結構サイズ感合わなくって雑になったんだけど、俺そういうのね、まとめたりするのクソめんどいからこのまま貼ったから、ちょっと見づらいかもしれないけど許してね。ということでね、YouTube 始めたきっかけは、まあ、簡単に言うと、副業よ。そう。いや別になんて言うんだろう、俺今までゲーム実況って見たことなかったから、別に誰かに憧れてっていうわけでもないし、まあ、ゲーム好きで昔から小さい頃からずっとゲームしてきたから、それでなんかちょっと、でまあ、小金だけ稼ぎできればないみたいな。マリオメーカー始めたきっかけは何ですか？マリオメーカーはね、最初全然興味なくって、全く買おうと思ってなかったんだけど、奥さんの実家にいた時にそこにマリオメーカーのソフトがあって、それやってみたらめちゃくちゃ面白くって、もうすぐにその日に買ったね。だからマリオメーカー歴は去年の8月くらいに買ったからもう1年ちょっとくらいだし、マリオ自体で言うともう物心ついた時からやってっから、もう3歳くらいからかな。他に好きなゲームは、ね、今の若い子たちあんまり知らないかもしれないけど、俺ね、昔の日本の RPG が好きだから、ファイナルファンタジーシリーズとか好きだし、幻想水滸伝とかも好きなんだよね。スイッチで言うと、ゼルダの伝説でブレス・オブ・ザ・ワイルドは大好き。マリメ以外のゲームをやる予定は、それは実況でって意味かな。実況でって意味だったら、マリオメーカー以外だったら今度、フューリーワールドっていうね、マリオのゲーム発明するけど、それはゲーム実況していこうかなと思ってるんだけど、今ね、ちょっと子育てで忙しくて、なかなかゲームに時間取れないから、もうやり慣れてるマリオメーカーをやってて、で、新しいゲームやるってなかなかさ、ちょっと動画の編集の感じどうしようとか、いろいろ構成立てないとだから、ちょっと時間食うから、まあ、空いてる時間があったらちょいちょい他のゲームも上げていきたいとは思ってるけどっていう感じかな。名前の由来は何ですか？これはね、単純にドラゴンボールから取ってサイヤ人からクサイ人にしてるんだけど、これもう俺中学校ぐらいから使ってて、ゲームの主人公の名前とかをクサイ人にしてたんだけど、もっと言うと、今でもすっごい仲、今でも遊ぶめちゃくちゃ仲いいんだけど、その友達が、まあ、中学校の時、そいつとよくね、しょっちゅう家でゲームしてたんだけど、そいつの口が臭いから俺が、お前は、ちょうどその時ドラゴンボール読んでたから、お前は、クサヤ人なんだと。お前は多分この地球を滅ぼすために、この、クサヤ星から出てきたクサヤ人だなみたいないじりから、もともとは始まったのよ。いや、決してこれはいじりじゃないのよ。めっちゃ仲良くて、そいつも俺のことを悪く言うし、いじったりするし、お互いいじる関係の中で生まれた言葉なんだけど。そう、だから、もともとは俺の友達のあだ名。顔立ちしてください。これはね、俺何度も言ってるけど、俺の本業の障害年収をお前らがくれるんだったらするわ。次は何万人目指しますか？次はね、10万人を今年中に行きます。もし今年中に10万人いかなかったら、YouTube やめますんで。信じるか信じないかは、あなた次第です。何歳？ 30 歳。身長体重は、身長170センチ、体重が65キロぐらい。てか、俺のその情報いる？誕生日はいつですか？全部の情報をね、言っちゃうとね、見バレに繋がるのが怖いから、まあ、10月とだけ言っとくわ。嫌いな食べ物は何ですか？嫌いな食べ物はないです。何でも食います。なんだって俺、乞食精神の持ち主だからね。乞食草野人です。集めているものもない。俺ね、別に物に対する欲求ってないから別に何も集めないんだけど、まあ、強いて言えば、本を読むこと好きだから、小説でも漫画でも何でも書物はよく買うかな。どこ住みですか？言うはずねえだろ。まあ、関東ではある。誰かとコラボする予定はありますか？いや、そんな、こんなゴミみたいな私とコラボしてくださる方がいるわけもないですか？こんなゴミみたいな私とコラボしてくださるという方がいらっしゃるとやれば、それはもう本当に喜ばしいことで、本当に大変恐縮でございますが、私なんかとコラボしていただける方がいたら、いましたらまた、私の方に DM くださればと思います。熊本 KDP さんとはどうやって出会ったのですか？これね、最近登録してくれた方はね、わかんないかもしれないんだけど、俺がね、昔から絡んでる実況者二人がいて、熊友、熊の友って人と KDP って人がいるんだけど、この二人はまあ、熊友の方は、YouTube をゲーム実況を始めた同期で、それ同期で Twitter で、なんだろう、同期世代でなんかこう、Twitter のやりとりとかをよくしてて、その中の一人で、そっからずっと仲良くやってるって感じで、
KDP さんの方はもともとは俺の配信に来て見に来てくれて、マリオメーカー KDP さんもやってて、それでそれのきっかけもあって俺の配信見に来てくれて、それで絡むようになって、まあ実況者、お互い実況者ってこともあって、いろいろ情報交換したりっていう感じでずっと絡んでるかな。なんかね、今ねこの3人で、まあなんだろう、ラジオ番組みたいなね YouTube チャンネル持ってるから、よかったらそのチャンネル登録してくれな。マリオメーカー2の遊んでる総時間を教えてほしいの、今ちょっと見てみるか。これ俺のねスイッチの画面なんだけど、草屋のマイページプロフィール945時間だ。そう、まだ1000時間いってないんだね。みんなでクリアはやらないんですか？みんなでクリアはやりたいんだけど、まずはみんなでバトルの最高レート赤帯に行きたい。まずはここから。マリメのあのランクまでどのぐらいかかりましたか？ S ランク行くまでは買って1ヶ月ぐらいかな。 S プラス行くまでは1年2ヶ月ぐらい、3ヶ月、まあそんくらい。マリメーカー赤帯になると。慣れてねえわ。奥さんの好きなところ、こんなの俺がさ YouTube を返して世界中に発信する意味がわからん。全部だよ。奥さんと結婚した理由は何ですか？お前らマジでこういう質問すんな。俺やなんだよこういうこと言うの。はい、まあ、まあずっとね、ずっと一緒にいたいって思ったからじゃないんですかね。久々ののろけ話を聞きたいです。本当にやめてくれ。こういう質問マジでやめてくれ。まあそうだな。俺が子供に対してね、いつもね笑わせようと思って変な動きしたり踊ったりとか歌だったりするんだけど、それを見て奥さんも笑ってくれて、しかもそれの踊りとかをね真似して一緒にやってくれたりするのを見て、俺は嬉しかったりする。てかこれはのろけ話になるのかな。願いが一つ叶うなら何叶えますか？別に俺ねないんだよね、叶えたい願いって。だってね、奥さんいて子供いて、これ以上何を望むっていうかね、もう最高の幸せだよな。好きなジャンプ漫画、難しいな。俺ね青年誌の方がよく読むから、ヤンジャンとかの方が読むんだけど、普通の少年誌だとしたら、俺の時代だったらまあやっぱりルロケンとか方針演技とか、まあそういうのは好きだったけど、今だとやっぱり呪術廻戦とかは読んでるかな。座右の銘、俺は白生タタっていう言葉が好きなんだけど、ライオンキングに出てくる言葉で、人生なんとかなるさみたいな意味で、あとね、人生山あり谷あり何でもあるんだけど、いろんなことあるんだけど、辛いこともあるんだけど、時はね何でも解決してくれて、結局ね悩んでる時間の方がもったいないから、気楽に人生生きていこう、そっちの方が幸せだよっていう感じで、俺はそれをモットーに生きてるかな。小指ドーンしてください。やだ。初恋はいつですか？3歳の頃に近所の女の子に恋をしたのが最初なんだけど、その後俺がすぐに引っ越しちゃって、その子とは会ってないんだけど、噂によるとその女の子は風俗、草屋さんのことが、何を話そうとしてたんだっけ？草屋さんのことが大好きだから今度赤スパ投げたい、今度配信の時に赤スパを5回ぐらい投げますって言おうとしてたよ。これまでで一番の幸せって思えたこと、これはね、朝子供が寝起きの子供を奥さんと2人で眺めるのがね、めっちゃ幸せ。アマンガースやってみてください。やれる人がいない。アンチが来たらどんな対処をしますか？そんなに役にも立たねえ、路傍の石にかまってる暇ねえから全部タイムアウトや。草人さんは魚の臭いは好きですか？実は俺です。草や食ったことねえのよ。チビアジンの可愛さを数値化するんであれば、橋本環奈が2番だったらチビアジンは500なゆた。どうしたらこんなに面白い動画が作れるんですか？虎は何故強いと思う？もともと強いから。コロナ終わったらどこ行きたいか、まず海外はイギリスのアビーロードを歩きたいね。で国内は北海道の登別温泉行って、カニいっぱい食べて、あとは登別といえば熊牧場。どこでもドアがあったらどこ行きたいか、月。ごめんメンヘラですが違います。モテましたか？なんで過去形なんだ、今はモテないだろみたいに決めつけんな。よく配信に来るリスナーの呼び方を教えて。ごめん、結構いっぱいの人来てくれるからね、限定することはできんわ。リスナー名は何ですか？草屋戦士。マリオメーカーをやる前のルーティンは、神棚の前に行って二礼二拍手一礼して、外役キーズを今日も討伐いたしますと神に誓うことが。海の幸と山の幸どちらが好き？海の幸。外役キーズへの道を教えてください。外役キーズになるためには日頃ものすごいいい行いをして徳を積んで、そうすることでこういうゲームの世界で悪い行いをしてもプラマイゼロになるということで。 YouTube 始めて一番嬉しかったこと、嬉しいことはいっぱいあるんだけど、一番はマリオメーカーに興味なかったりとか、俺の動画を見て興味を持ってマリオメーカーを買ったっていうね、ツイートとかね、報告を聞くとすげえ嬉しいかな。ということで、任天堂さんお金くれ。休日は何をしていますか？これはマジで動画編集と育児以外何もしてない。健康管理や喉の管理について、配信で見る限り結構叫んでも声がしゃがれないなってことなんだけどね、俺ねこれ何もしてないんだよね。
もともと声がでかいというか、俺ね、これ生まれ持ったというか、なんつうの、小さい頃から親からも友達からも、クラスの女子からも、先生からも、職場の先輩後輩上司からも、ずっとうるさい声がでかいって言われ続けてきたから、多分ね、もともと持った能力というかね、なんつうの、いいことではない気がするけどな。好きなポケモンいますか？人影。好きな食べ物、さっきも言ったけど、何でも好きだからこれね、選ぶの難しいんだけど、強いて言えば、タラスパかな？黒豆は好きですけど、だから食べ物何でも好き。子供に何歳からゲームさせるか、俺がね、もう3歳ぐらいからやってるから別に、いや、子供がやりたい時にさせる。子供の頃の将来の夢は学校の先生。スタンジンさん、笑い方がヒャヒャヒャみたいな感じだなっていつも思ってたんですけど、普段もそんな感じなんですか？ね、笑い方に関しては別にね、意識したことないから、多分普段もそんな感じだと思うよ。象の被り物被ってみてちょうだい。もう被って。最近登録者が増えた要因は、まあ、ショート動画のおかげだろうね。まあ、そっから本編にみんなが飛んできてくれたおかげかな。14916となる逃避通列のデザイン。うっせ一番尊敬してるバトル職人は、カツオとイクラくんかな。久々さん付き合ってください。何でもしますから、無理。まだ答えてない2番目の質問いくよ。子育てで一番印象に残っていることはね、先日子供が入院しちゃって、それでね、腰で何時間もね、一緒に面倒見たことかな。やっぱり子供ってね、その日その日で結構体の様子違うから、ちょっとの変化ですんごい心配になるんだよね。なんでそんな明るいんですか？いや、まあ、生きてて楽しいからかな。最近、クサイジンチャンネルみたいな人にハマってます。このままでは夜も眠れません。どうすればいいですか？昼前に寝よう。さあ、これで一番最後の質問ですね。ちょっとね、質問が多すぎてさ、一番最後回させてもらったわ。1番から、嫁アジンとの慣れ初めはね、前の職場の同僚。2番、嫁アジンは年上年下同い年、年上。3番、魔法のランプがあります。願い事はこれはさっき言ったけど、なんもない。願い叶えたいことは別にない。4番、この人とコラボしたいって方、有名人 YouTuber さんはね、YouTuber としてっていうよりも、まあ、俺がね、YouTuber 始めるきっかけになった人が一人いて、まあ、その人とはね、いつかね、こう、話してみたいなとは思ってるかな。でも名前は出せない。ごめんじゃねえや。5番、VTuber になる気はさらさらない。6番、ちゃんと寝れてる？寝れてないのよ。1日4時間ぐらいかな、大体。7番、いつか子供にやらせたいことってある？難しいけど、子供がやりたいことを やらせたいかな。8番、熊野友に一言。これからも一緒にゲーム実況頑張っていこうな。9番は視聴者様に一言ということなんで、これ一番最後回すわ。10番、靴のサイズは 27.5 センチ。それでは9番、いつも見ている視聴者様に、皆さんに一言。本当にね、皆さんが見ているおかげで、そのエネルギー、パワーを僕がもらって、そのおかげで、なんとかここまで、1年2、3ヶ月かな。こうやってゲーム実況をやれてこられました。本当にそのパワーがなければ、こんなね、長く続けることはできませんでしたので、これからもその声援が一番力になりますんで、よろしくお願いします。ではまた。